壊れちゃった <laughs> ちょっと待って今は2023年あの4月1月になってる何日だっけ4月今日4月 <laughs>。 えー、10, 10はいってないか8ぐらいあ7か多分7え七7だよね4月7こんばんは可愛い,いありがとうかさ残念そう本当に残念うう <laughs> ええー、ちょっときついな え時間が変えれないめっちゃ今日目の調子悪いんだけど時計を壊したりーちゃんごまいやリーナが壊したわけじゃないよ時計はリーナじゃなくて家族が壊しました今日も元気元気チーホスのチケット取ったね聞いた探してね多分観客にいると思う <laughs> 関係者好きみたいなのわかんないけどハイカはい、かわいありがとう こんばんばはりーちゃん、今日もかわいいありがとう。ちょっと時間がね、今、午前の午前になってるんですよね。えー、っと、今は6時57分。これ秒数まで合わせるのめっちゃめんどくさくないみんな,などうやってやってんの、これ。3、4、5、6の57分、58に設定しとけばいいか。 う,う早く行き過ぎた6時58分89おいいんじゃないいいかもしれんまあ時間さえ合ってればっていうか時間さえ合ってればいいよね秒数まで合ってなくてもなんか2つサインはさ今さ 2つアラームアラーム時計2つあるんだけどさ時計がなんか温度が違う <laughs> 2つともなんか2 0 9九度の温度と2 1 1一度の温度があるどっちが正解なんだろう兄ちゃん今日も可愛いですありがとうでも今どっちも2 1一度になって 日本リーナちゃんこんばんはこんばんは世界一ではないのね神楽ちゃんの配信が始まりましたねオンリーワン仮屋行ったことないから迷子になったらごめんね <laughs>、まあま、迷子にならないでくださいできる限り <laughs> ナビ使ってください今日も夜勤頑張りますが頑張れ杉福さんこんばんは,こんばんはオンリーワンおかえりーなただいま 仕事前にちょっとだけ見れるよかった金曜日のりーちゃんが一番可愛い本当 <laughs> 本当いつも丁寧な配信していて関心本当丁寧いつも <laughs> ありがとう <laughs> 丁寧うんじゃ丁寧ってことにしときますありがとうございますさぎもっちゃん毎度やね毎度傘風の強い日は 傘気をつけないとそうなんだよねでも気をつけれも何もって感じじゃない傘一つしか持ってないからさリーナは風の向きに逆らったよちゃんと逆らん逆らった嘘逆らってない風の向きに逆らってなかったです傘を逆らわせなかったですリーナ来たよありがとう聞いた誰にえいつもさ SK メールの返信でさ シーホス行くよみたいな言ってくれてたじゃん金曜日だ嬉しい嬉しいね結婚して10雨阻止今日はちょっと雨が嫌なんで雨阻止です彼オリメイク頑張れああやると思ってる どうしえまだま悩んでるんですよリーダー <laughs> まだ悩み中なんですよね誰がやると思う先輩とか同期とか確かあんはやるって言った誰がやるのかっていうかなんかやっぱりね人数とかにもよるよねめちゃくちゃ多かったらさ諦めろって言われるような言われてるようなもんだけど。 不平等だしね。たすけ好きだし、おしめ二人来るのでいい席取りました。褒めてって。<laughs> おしめ二人来るのね。褒めて褒めるも何もって感じじゃない。好きだから行くんじゃんね。褒めはしません。<laughs> 楽しんでください。ノアちゃん、skstu ね。合格したね。めっちゃびっくりした。いつか一緒にステージに立てるかもね。 なんか本当にいい卒業でよかったなって思いましたチケット取ったけど発見の仕方わからずかな星になってるわからずいまだに取れてないえ大丈夫ちょっと教えてみんな11日立ち見最善立ち見か <laughs> めっちゃ悪いじゃん関元さんこんばんこんばんは京都世界一かわいいを飛ばされたって今日思うかなえ飛ばされた本当ごめんなんかアラームいじったわ 結婚して十。うん。どうしようかな。傘ぶっ壊し阻止。<laughs> 傘ぶっ壊されちゃったから。風に。傘ぶっ壊し阻止です。ぶっ壊されたくないですもん。時計の平熱。 度平熱が違います時計によって温度も湿度も違ってどっちやねんってなるよねうんなる部屋でも場所で湿度ち温度違うから知らんけどでもそんな変わんないんじゃない今普通にくっつけてるよ俺の撮った写真のりーちゃんがかわいい <laughs> ありがとうね綺麗に撮ってくれて C4 初観戦りーなも初観戦なんだよね楽しみ 今晩リーじゃなかった来る間違いすぎですじゃなくないです合ってます最初で合ってます杉本ちゃんはいつでも構えいでありがとうサイン会申し込んだ当たるというなあう嬉しいちょっと書いとこうテロップにみんなにねサインを切れちゃいましたえっ <laughs> ちょっと,ょっとライバーなんかライバーってやつもらったなんだろうねこれライバーなんかオーカーみたいなやつありがとうございます くとっとてありりがとう受け取りましたえー、待ってさっき一回切れたせいでさなんかコメントどっかいっちゃったごめんなさいそんなつもりじゃなかったサインあと何だっけ手形サインもね今回ちょっとねちょっとだけ変えたんですよちょっとだけ変えたのでちょっとゲットしてほしいですね絶対に一人10枚 <laughs> 抽選 <laughs> あ抽中3にしちゃった抽選会応募してねでいいや <laughs> サイン手形抽選会皆さん応募よろしくお願いしますぜひねゲットしてください リーナ推しじゃない方にも「ミナちゃんサインちょっとだけ変わるんだって」って言ってちょっとね申し込ませてください <laughs> ちょっとゲットしてほしいですリーナの大きな手形もねちょっと手比べをしてほしいですね多分握手会でもあのー、生の手は触れないので <laughs> 多分ねそうだからちょっと生の手を触るチャンスですよ雨の日は 星が歩き回るなんだろう星星がちょっとよく分かんない日曜日大阪行くのでごめんなさいあシーホースえー <laughs> 大阪行っちゃうのなんでですかチケットは紙じゃなければスマホにアプリ入れれば OK らしいですスマホにア,アプリ入れ,入れればいいらしいです簡単じゃん 飛ばされても愛伝わってるから大丈夫だよって。ごめんね。愛を伝わっててよかったです。B リーグスマチケってアプリらしいです。えすごいありがとうございます。スマチケ。ライバーかけるよありがとう。ライバーです、私。傘ぶっ壊されてズブ濡れかな星になってる。になっても可愛いはずのりーちゃん、こんばんは。<laughs> 可愛いいはずね。はずのりーちゃんね。ありがとう。時計の。 湿度度とか温度って適当じゃ、ね、知らないですいやほん適当じゃないと信じてますライバーありがとう何このライバーってなんか名古屋城みたい一人10枚はいや10枚いけますよ <laughs> いや大事まあ保存用が7枚ぐらい <laughs> まあもし色紙をぶっ壊しちゃっても大丈夫じゃん黙って ちょっと説明するわ1枚が色紙を家に落っことして踏んじゃっても大丈夫な予備ね。で2枚目はあのー、郵送された時に雨で濡れちゃった時の予備ね。<laughs> で3枚目があのリーナのサインがちょっと失敗した時の <laughs> 予備ね。で4枚目が。 えっとえー、っとねまああれですね見るようリナの指紋観察用です <laughs> 手形に関してはねサインもまあリナのサイン観察用です抽選はやまあ、抽選は正直ねチェキとかさ全部ポーズとか服とか違うからさレアです <laughs> で5つ目5つ目は <laughs> あるかな 5つ目はねあ,のあれですねあのー、ストレス発散でリーナの <laughs> サイン色紙とか手形のサインをバキッて割っちゃった時の呼び呼び用ですで6枚目はあの自慢用ですサインもらった自慢用ですで7枚目はえっとねえー、7枚目は <laughs> えっと睡眠用です寝る時の抱き枕みたいな睡眠用で8枚目は、えー、っとあ持ってくようですねお出かけ用ですで9枚目はあのお出かけの時になくした用 <laughs> で10枚目はあのー、そうですね飾り用ですね飾り用ですえもっと必要かもしれん飾りもっと飾るでしょう 玄関にも飾りますリビングにも飾ります自分の部屋にも飾りますで部屋が3個だとしたらもうそれだけで5枚じゃん <laughs> でまあ天井にもやっぱりねリーナを貼り尽くさなきゃいけないじゃんね <laughs> ここにもリー,リ,ーリ,ーリーナ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 隙間をなくしてください壁のそれでもう100枚ぐらい必要なんじゃないですかね <laughs> 分かんないけど10枚も当たるん当たる当たる いけると思うけどね飛ばされたとかするでオッケーやで <laughs> いやちょっとね読みますよりんなは全部サイン欲しい申し込んでくださいサインとかのやつは申し込みますまだ申し込んでないけど申し込むそれちょっとね保険その保険が怖いですね応募したらいいことあるんですか応募したらいい方リ <laughs>、まあ、りなが将来もっと有名になった時に自慢できるってことですかねあとりんなの直筆なんで あの匂いがついてますで <laughs> ちょっと気持ち悪いな <laughs> あれですねまあリーラの手比べとか手の大きさ比べ背比べじゃないか手比べ手比べ,できます手比べできますねあとはそうですねあリーラたちが捨てた捨てた空気を吸います <laughs> だからまあ事務所の空気ですねを吸えますね、まあ、若干残ってると思うんであとはまあ配達業者さんのぬくもりを感じられます <laughs> 業者さんのねぬくもりが感じられますねめちゃくちゃいいと思わないそれはすごいいいことだと思いますトーク会か握手会の時間があれば初めましてさせていただきます初めましてじゃないでしょサインは後ろのやつから少し変わったってこと 後ろのやつって何あ、これからうんまあそうだねちょっと変えた気がする分かんないか変えてないかもしれないけど <laughs> 変えた気がしますリーダーの記憶的に生の手って言い方いや生の手なんですよ本当に2冊じゃないです今回久しぶりに手形取るおおありがとう手を塗り握りつぶしてね握りつぶします 本当に <laughs> 握手会は手を握りつぶしてもらう予定やであいいの本当に握りつぶしてえりなはやっぱりほんのりほんのりほんのりじゃないな握りつぶしませんみんなをあのハムスターだと思います <laughs> ファンの方とりなの手の中にハムスターがいると思って優しくします <laughs> バスケはルールはわかるわかりません。あこれからですよ。ひけさんこんばんはこんばんは。電波ちゃんと拾う電波時計以外は時間もずれる。うん時間ね電波拾ってくれるはずなんだけどこれさ受信するはずなんだけどねどっちも。 さすがに運送トラブルはもう一回書いてもられさすがにね色紙10枚も資産になるのか10年後はいくらになるかな <laughs> わかりません指紋ないって書いてなかったあそうなの指紋なしらしいですり <laughs> ーちゃん仕事からまだ帰宅中あまだ帰宅中お疲れ様さ <laughs> ストレス発散そうストレス発散に使うのはやばすぎる <laughs> いや,やっぱりねストレス発散必要だよねなんかさ怒ったら物に当たっちゃう人いるじゃん まあどうししててもいいるるじじゃゃんんだかからとか関係ないじゃん怒ってる時はでもリーナーもうねリーナに怒りをぶつける的なストレス発散になりますね予備がたくさんそうたくさん必要ですよおいおい,いてっストレス発散用は斬新いや大事だよ指紋ぼかされないよ多分ぼかされますね <laughs> 理由の多さいややっぱりねそう考えてみるとね 手形サイン抽選全部ねすすごいい必要だと思います手形サインもやっぱりね資産になるんで <laughs> そうですねまあ抽選会は普通に景品が豪華なのでおすすめです何の枚数サイン会手形会の色紙の枚数ですねお守りかそうですよお守りコーヒーこぼしちゃった用の予備あそれも必要だねあとまあ 神様的な感じで祭る用の <laughs> リーナのサインと手形を祭り用のね色紙も必要だよね玄関に飾っても余計代わりだねそうですねまあお化けは引き寄せませんリーナは虫は引き寄せるかもしれない <laughs> そした虫には好かれてるんですよねリーナ部屋リーナ部屋ができるねそうですね手形そんなに飾ったら夜怖い <laughs> いいじゃんリーナの手形だよ多分リーナの手形が寝室にあったらリーナの夢を見れます <laughs> せめて香りって言いましょうそうだねリーナもキモいなって思った <laughs> 匂いは臭そうだよね <laughs> 思ったよリーナちゃんの手形とキョッピーの手形の大きさを比べてみたいいや確かに比べてほしい事務所の空気吸えるなら買わねば <laughs> 事務所の空気が吸いたかったのねいや買えますよでも事務所の空気ってみんなの空気混ざってるからね エささんんととかかもそうだし大川さんとかのメンバーの方みんなの空気が入ってるコスパがいいです仕事行ってきやすいってらっしゃい変えた気がするってちょっとリナ忘れちゃった配達員のぬくもりだれとかえねん配達員の方の優しさもゲッツってことでいいじゃないですか新浪ですこんばんは 今週末は小でもやりますかやりたいと思ってますリーナちゃんと握手して過去にタイムスリップしに行く <laughs> リーナがするかも <laughs> 気づけばなんかリーナの性格変わってたみたいなあるかもねリーちゃん遅れました大丈夫ですありがとうございます東海の部の時間体が気になるそれはそう多分2部に増やしてくださってると思うんだけどうんー どれくらいの時間なんだろうねリーナは普通に昼昼朝いやーちょっと微妙だなまあ昼時昼時前後ぐらいがいいんだけど私の握手はリンゴを潰せそうなくらいやでそうなの <laughs> 怖いわリーナ <laughs> 怖いわえグループトークってあるのかな今回ちょっとやりたいけどね 握力意外と強そういやそんな強くないよりナ28ぐらいまあでも中2の時28だから分かんない今はもっと強いかも握手ハムスターのようにガリガリと噛むの <laughs> か噛めません <laughs> 噛めません握力強くを心がけてたカオタンさんは手に豆できてたえすごすごすぎないすごすぎるでしょ ライバーありがとうライバーです私ピカピカ1年生ありがとうリーたいつもどうやってストレス発散泣いてます <laughs> リナはいつも泣いてますストレス発散うんしかないですね夜,夜中でもないけど <laughs> ベッドに着いて一人で泣いてストレス発散してます <laughs> 色紙はフリスピーフリスビーの代わりに飛ばして遊びますあ飛ばして遊ぶ用も必要 <laughs> で飛ばして遊んでどっか行方不明になっちゃった時も必要じゃないそれって延長ルーム少し覗いてきたけどちゃんと戻るいい園児 <laughs> いい演じですね確かに当たり前なんですけどねバラありがとう今日もゆねちゃんとくるみとコラボしてたあそうなの知らんかったショールームでは会ってるけど実際にまだ会ったことないから早く会いたい会いたいですねそれは会いに来てください ご利益ありますか多分ありますよ。<laughs> 色紙を紙棚に飾,飾れとなそうですね。り <laughs> ーちゃんのポスター飾ってるけど全然夢見れへん <laughs> それは知らんそれはマ、まあ、リーナのことを考えてないってことでください。ポスター飾っててもあのー、多分ポスター違う人見てます。<laughs> あの背景とか見てる多分いっそ手形を 胸に印刷した T シャツにしようかなと印刷した T シャツにすんの <laughs> それはそれで怖くないシーホースの物販何を買わされるんだろう買わされるんじゃないんですよ買うんですよ自分がリナも分かんないんだよね <laughs> 来週リーナ組のクラス替えそうなのクラス替えなんてないんですけどグループトークも握手なのかないやそれはなくないさすがにどんなメンバーが隣になろうと僕は一途なので気にならない あ,あ、そうなのね <laughs> 松井玲奈さんの握手会は握りが結構強かったそうなのそうなんだ兄ちゃんポニテル可愛いいありがとうお疲れありがとうお疲れ3日過ぎてしまったけど4日に49歳になりましたおめでとうございます4日 あーそういううこととねおめでとういい年になりますように <laughs> 結構過ぎましたね <laughs> ハニマスがついた星触ってしまった仕様にも一枚え何星なんだろう今週の日曜日に刀鍛冶の里編始まるあ今週の日曜日からなんだ見ますグループトークは全握手制になるだろうか 全,全握手制じゃないわ全握り形式ちょっとよくわかんないけど全手形式わかんないけどならないと思うけどね握手剥がされかけの最後にギュッと握る口頭テクもあるらしいギュッと握ったら剥がしにくくなっちゃわんスタッフの人に迷惑かかります 夜ご飯食べましたか食べたよパスタ食べましたハートありがとう樹里さんの樹里さんプロポーズプロポーズじゃない間違えた <laughs> チュリーさんプロデュースのチケホルがあるえそうなんだすごいね昔公園のお見送りハイタッチだったんだよまた、ま、復活しないえそうなんだハイタッチかめっちゃ近くならんハイタッチだと多分ね 遠くよりも距離近くなるからまだまだまだじゃない復活は握りが強いと印象に残るそうなんだじゃあめっちゃ握力入れようかな <laughs> 握手すると見せかけて指相撲しかけていいですか <laughs> いやそれもさ「仕掛けていいですか?」って言われちゃってるからリーナ指相撲構えちゃうよ <laughs> それでもいいならいいですよでもリーナ指相撲めっちゃ弱いんだよね 9日のシーホース三河イベ行かなくちゃそして11日のウィーアー行けることになったおおおめでとううれしいあなんだっけうちわとかたくさん振ってくださいおしましじゃダメですかいいよまあいいけど上級生にはなれませんね優等生毎回結婚は阻止してるけど 握手は阻止しないでね握手も阻止したらもうやばいですね握手会なのに阻止会みたいなのになるからねあれでしょさり際に強く握られることでドキッとさせる方法そんなのあのそれ言われちゃったらねちょっとできない笑っちゃう<笑>,笑っちゃうちょっとチュリさんにプロポーズしてくるちょっと間違えました腕相撲でもいいですかやめてください絶対負けるでもそれでリーナ負けたらまあ大人げないってことでね 逆に批判されるよその昔は剥がされても手を離さないから壁にぶつかるメンバーえそうなんだすごいね初代のチーム E 公演はチケット代が1,000円だったえすごすごいねびっくりした初握手最初なんて言おうやっぱ来るかな <laughs> やめてくださいよ現実でも来るって言われたらもう何て返せばいいかわからん 握手会ハニマスキマスク着ませんお星マキコさんの握手会の時に指でこちょこちょされたこちょこちょなんてあんの指ってこちょこちょあるかよくなくないくすぐったくなくない杉本ちゃんとは直接会ったことないあそうだったっけ会った気でいためっちゃ「粗し会ってじわるでって <laughs> じわるよ こんばんばは何回かループするとそのうちリータンに「おて」って言われそういや絶対言いません <laughs> 絶対言いません逆にそっちが「おて」って言ったら阻止します逆にリーナがギュッとされて小鹿になる可能性もあるないや痛いです <laughs> 小鹿というかもう痛いので多分やり返します角生えます小鹿あもう確かに小鹿にはなんないけど鹿になりますね角生えるんで。 こんばんばはえー、全く分かんないよね意外とさもうすぐじゃん意外ともうすぐ握手会じゃん <laughs> 意外とすぐじゃんだけど詳細まだ全然決まってないからちょっとよく分かんないですね「スカイエキスポ」はたまにキッチンカー来る時あるからパパさん来るといいないや来ないと思うな <laughs> 来ないと思うな マジでお手って言ってみようかな阻止されるだけですよでそれで時間がなくなって剥がされます <laughs> 握手会なのに阻止会になりますけどまあいいならいいです写真会はないのかなないと思うそう通称多分ないんだよね昔は48レーンあった48レーン48個レーンがあったってことかなえどういうこと ?48 レーン ーショット会のの発表がないのよねぶんツーショット会の代わりに握手会だと思います握手会にループすると「おかえりなさいまた来るねおかえりなさい」の繰り返しになる <laughs> そうなのえでもトーク会でもそうじゃない名名古屋どう何名古屋屋どどうう剥がされる練習 <laughs> 剥がされる練習ってないやね 写真会ないのか見つめ合いできんやん。写真会あっても見つめ合いはできませんね。あってもなくても変わらん。組織会見てみたい <laughs>。見てみたい。あ、自分はやら,やられないのね。見るだけね。<laughs> コメント読まれるときには終わってそう。いや、終わってないですよ。今日はあんまり時差なくて嬉しいです。合同。握手かなこれ。星になってるんだよね。握、星。まゆゆ。 最後のえ何どういういことちょっと分かんないですゼロレーンもあったえ何それゼロレーン ?01234 みたいな感じってことくるみんと初トークで「くるにちわ」って言ったらキョトンって顔してた <laughs> そりゃね初めてでさいきなり「くるにちわ」とか言われたらねキョトンってするよりなも初めてで「おはりいなーな」とか言われたら「あおはりいなーな」 回回固まる一回固まりままるりすよ僕現代っ子なので記憶に残る握手会より記憶記録に残る写真会が好きあー確かに現代っ子なのね <laughs> 確かに記録に残る写真会確かにねそう思えば記録に残るね写真会ってでなんか何年後かにマリーナが卒業した時とかに見て ああこの時こうだったなとか逆に卒業前にリんナが、まあ、4年後とかになって背が伸びたリんなの写真を見返すなんかエモいね <laughs> 確かに記録に残る写真会もいいねみんなで阻止連番して全然握手できなかったりして <laughs> 阻止するのはあなただけだと思います阻止返しての多分あなただけ ファンとして握手会に行ったことあるないです。ないんですよね。普通になんか会場に行くのが怖くて <laughs>。普通に会場に行くのが怖くてですね。ないです。りーちゃんとは過去にトーク会でサンループしかしてないけど、もう終わりですかと聞かれて気まずかった。えりー何そんなこと聞いたっけ え東海でサンループしてもう終わりですかってえそんなことリーナ言った全く <laughs> 記憶がない <laughs> えマジそうなんだチュリー握手してよあっチュリーさん握手したんだいいね僕の可愛いリーナこんばんは今日も可愛い気がするよ気がするねありがとうワンツースリーフォーよろしくの大写真会が初でしたけど 大写真会えそんなののあったのえどういういこと今とは違うってこと今の写真会とはまた違う11日わけ分からんくらい楽しみで倒れそう <laughs> 倒れないでくださいねえリナも楽しみ頑張る前は最後にまとめ出しできたから枚数多い時は握手しないこともあった最後ねまとめ出し 最後20枚ぐらいまとめ出しするってことできたから枚数多い時は握手しないこともあったえ握手しなくていいのえ握手会でってことだよね握手会で握手しないこともあったってことええー、まとめ出した方がまとめ出しした方がなんか嫌じゃないそれって待って気づいたらコメント読まれてた読まれてたよ <laughs> 昔チーム C パーカー自作してチュリさんのレーンに行ってました C 新しいの自作したんだね <laughs> すごいね自作できるんだブラーンブラーン握手もう印象に残るブラーンブラーンこういうこと <laughs> ええこうやってやるってことそれってもう腕相撲じゃない じゃあ、りなちゃんとの最初の会話は、くるにちはで決まりだね、一回でわかるね。ね確かに。確かにわかりやすい。こんばんは。あ、ちょっと今日自己紹介してないんで、自己紹介しますね。あ、なんかふんだ。え、何にふんだ。あ、パック。パック落ちてんだけど。お姉ちゃんの。はい、s k ケー、イフォーテート十一研究生の、りーちゃんこと杉本里奈です。 14歳の9月20日生まれの中学3年生大型乙女座です、えー、サイリウムカラーは赤ピンク白色の3色ですフォローコメントなどなどで応援よろしくお願いしますそして4月22日にサイン会手形会抽選会が開催されるので是非ゲットしてください まあいろいろ使い道があるのでねよろしくお願いしますトーーでリータに怒られましたまあそれはね怒られることをした方が悪いですよ緊張して握手を忘れてしまう太田さんもたまにいる <laughs> マジ <laughs> 最初の方は逆にリーナも緊張しリーナが緊張して握手を忘れるかもしれん <laughs> こんばんはあ今日なんか服内いないですねとか言われてさ なんなら服見せてるかもずっと <laughs> オタの方もリーナも握手忘れてるかもしれん <laughs> 結構可能性あるよ「にやちゃんこんばんはやっと配信来られた久しぶり久しぶりそんな久しぶりでもないかと思うけどまとめ出しできるね鍵締めがどうこうとかね鍵締めがどうこう?」 えどういういことえちょっとよく分かんないわなんでそれで握手できなくなっちゃうのリータも岡さんみたいにクロス握手するのかないやしないと思うな <laughs> しないと思うな握手できるのはま魔しすぎるお手てにぎにぎしたーいじゃあしてください <laughs> じゃあしてくださいよしに来てね何十枚もまとめ出しすると長時間お話しするから 握手せずにお話ししたいってことあそういうこととあそうういえ握手しながらねお,お話しすればいいのに <laughs> もったいなくないなんかまあジェスチャー多いから基本片手拍手なんだけどね拍手何がえ握手会で片手拍手してんの <laughs> そういうことちょっとかみ合ってないと思うな今多分。 長く握手して手汗かいたら悪いので握手しないで話すだけそういうことね手汗を心配してるのねそういうことねまあでも多分ビニールすると思います <laughs> 杉本ちゃん毎度でレーンに入っていけばよろしいよろしいけどできるかな本番に <laughs> それがいいです文回しすぎててくさそれはしないあ違う全悪 全国握手会通常版 CD のミニライブが好きミニライブなんてあんのえ全く知らない地域で一番大人に見えちゃう <laughs> それはちょっと無理すぎないそれはちょっと無理すぎですけどありがとうございますオンリーワンこんばんは握手会では怒られないことを祈りますいやださすがに大丈夫だと思うよ 頼むとリーナがメッセージにに困ります逆に熱 <laughs> いや困んないよ大丈夫ですよスラスラ書けますよいつも来てくれてる方は神田の配信からお引っ越しお引っ越しありがとうございます多分ねすごい行きやすいお,お引っ越しだったと思います握手忘れられたら辛いって <laughs> 忘れちゃうかもしれないまあ思い出させてください あににリーちゃん握手って言ったら多分剥がされますリーナが忘れた場合リーちゃんから握手を求められたら阻止してみようかな阻止したら握手しません <laughs> 阻止したら普通に握手しませんけど大丈夫ですか予定入ってていけないと思われるのだえっマジ何日間かあった気がするけどそれはちょっと悲しいですよ鍵締めは最後に握手する人のことあそうなんだ初めて知った 最近はお試しだったから少し仕掛けなかったけど自作はちゃんと買いますありがとうお楽しみだったのねお楽しみお試しお試しだったのね初めてした <laughs> そうなのねまり、あ、なは本番と思ってやってたんで4月11公演楽しみ楽しみだね頑張りますりなの握手会楽しいよポーズうん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  うん、うん、オッケー。これ握手ね。<laughs> 超絶さくちゃんの人です。こんばんは。こんばんは。超絶さくちゃんの人なのね。拍手握手の違い、拍手握手の違い。ああ、そういうこと。<laughs> そういうことね。握手しながら拍手してんのかと思った。5時5時ね。ただの。<laughs> 普通に間違えてました。最近色々あって気持ち沈んでたけど、リータの配信はやっぱり元気にならありがとう。 ファミラルームから移動でですのちゃん STU したあそうなんだねおめでとうだね本当に嬉しいこっちまでビニールムレムレかも <laughs> あれですね手汗かきすぎですねそれは握手緊張するなまあそれはね緊張しますよこっちも緊張するもん毎回あずあず毎度「邪魔すんで」って例に入っております「<laughs> 邪魔しないで」って多分言っちゃいますリーナは <laughs> ライバーライバーありがとうあやめろさんの握手はブランブラン握手だよあやめろさんじっとしないから <laughs> そういうことね <laughs> そういうことね手袋しますだよね多分手袋すると思うんだよね握手忘れてたらお手しないのって言ってね言いません <laughs> お手は普通しないので。 握手しながら十秒話すから忘れんてえどういうこと忘れないえどういうことちょっと考えた握手しながら準備を話すから忘れんて握手してから制限時間スタートするってことこんばんはこんばんは四月三十は私の誕生日なんで祝ってくださいよろしくねちゃんと覚えてますよスクショしました 「星住んで」って握手の会の握手会の挨拶をしていいですかね邪魔すんでええかな握手会の挨拶別にいいですよ邪魔すんでーって言われたら邪魔しないでくださいって言うけどねサイン会と抽選会応募したい当たるといいなありがとう手が高いわ手が高いわ握手緊張するな緊張しますね 両手握手手手握握のの人人だだっったたりり片様々確かに面白いねなんか多分リナは両手だと思うなこ,こうやってやります多分知らんけど状況によって変わりますね <laughs> 相手がなんかこうやってやってきたらこうやってこうやってやります <laughs> そんな人いないよね普通に考えてなんか気まずくない最初さ <laughs> んこんばんばは こうやってファンの人構えてるってこと <laughs> えちょっと気まずくら、ね、ちょっとシチ,シチュエーションさせて。ファンの方が来ました入ってくてか歩いてきます。あこんばんは。あこんばんは。え待って気まずいの。<laughs> だってファンの人の声はちょっと低くするね。には高くするね。ファンの人とことか歩いてきます。こんばんは。こんばんは。<laughs> でファンの人がこうやって構えて。 はい握手,握手させていただきます失礼します <laughs> ちょっと気まずいかもしれないえ結構気まずくない <laughs> えどうやってやればいいの構えてるってことだよねファンの方がそれじゃあ握手しますかみたいな感じ <laughs> え感じそういう感じかなファンの方がそれじゃあ握手させていただきます <laughs> ちょっと気まずいかもえそういう感じ ちょっと全く分かんんないんだよねリーナ経験無なのでないのでえっえあんな人が来て「えお邪魔すんで」とか言って「邪魔すんで」って言ってりなが「邪魔しないで」って言ったら帰られる帰られたら困るな <laughs> え邪魔すんでって言われてえ構えてるってことだよねファンの方がそういうことだよねえ気まずくない <laughs> えちょっと気まずいかもえどうすればいいのりっちゃんはやっぱりかわちありがとう握手会で谷さんにうるさいって言われたことがある喋 <laughs> りすぎやモ,モバメの返信ちょ長文送ってすいませんでした届いてるか知らんけどえ長文なんて届いてないんだけどえまだ届いてないと思います邪魔すんで握手会の挨拶にしていいですかねまあ別にいいですけど <laughs> 引っ越したら神奈の配信終わってた終わってたのね 邪魔すんでと言われたら「邪魔するなら帰って」が定番の開始あそうなのね本当に帰られたら困るけどね僕は手袋をするあ僕はするそうなんだ邪魔するなら帰ってと言われて楽しんでるあ楽しむのね帰んないのねそこで <laughs> 帰ったら面白いけどね手形はして橋何して星両手クロスのメンバーもいるねえ初めて知った 人差し指と親指でつまむだけにせんといてな。つまむ、え、これ。こうやって。<laughs> ちょっと面白い <laughs>。つまむなんてことある。こうやって。こなんか手が、手形版じゃないわ。小型版握手みたいな。するかもしれんよ。シミュミレーションしてるの知らん。え、え、ちょっと気まずくない。ちょっと今気まずいことに気づいた。 そーなの手形ゲットしてくださいよ生の生の手ですよ生の手油断しててで遅れました今夜のりーちゃんもめっちゃ可愛いな定期かな定期かなありがとう <laughs> えシミュレーション大事だよねリーナーの声そうコールの時の声ですリーナーっていう声ですね レーン入ったらアイドルが手を伸ばしてくる感じあそういう感じえ,えじゃあなんかちょっとファンの方の声低くするね <laughs> いいな邪魔すんで <laughs> 邪魔しないでくださいっ <laughs> てこうやってこうやってこ <laughs> うやってやるのちょっと結構面白いかもしれない <laughs> えー、絶対笑っちゃうんだけど <laughs> 絶対ぎこちない なんかあの表彰状を受け取る時みたいな感じ <laughs> こうやってやるかもしれえそれが一番いいんじゃないえそうしようかな表,表彰状を受け取る時の <laughs> やつでやるかなちょっとえそうしようかな握手 <laughs> なのかリズムなのか分からんな確かに分かんないよね本当にアイドルが手を伸ばして待ってるあ手を伸ばして待ってくれてるのね それはすごいね。<laughs> 握手させていただきます阿久さ。言わないえ、失礼します。言わないか。<laughs> どちらかというと、アイドル側が手を出してくる感じ。あ、そうなのね。手出されるかと思ったわ。手出されるって言うとなんか犯罪みたいな感じだけど。り <laughs> ーちゃんが手を出してる感じ。りーなが出すのね。表彰状にしよう。そうします。<laughs> 手をつなぎながらお話しして10秒だったら。 立っったら剥がされるって感じそういう感じなのか初めて知りましたファンが立ち位置に立ったらりーちゃんから手を出すのでこっちも手を出すそういうことね手出さなかったらどうする <laughs> ちょっとドッキリしてみたいアイドルが握手会で手を出さなかったらどうなるのか検証してみます <laughs> ファンが近づいてきて来たらりーちゃんがそっと手を出す感じあそっとさゆげなくみたいな。 手を出すのねこんばんばは自分は基本片手だけ出すタイプメンバーがさり,なげさりげなく両手でギュッとするのが好きああそうなのね、まあ、大体そうじゃない握手会って <laughs> メンバーから手を出してファンが頭頭下げてかな星になってる頭下げて <laughs> 握手の手を出し握手するえかな分かんない <laughs> メンバーから手を出して握手が えずっと星になってるんですよねじゃするのが帰ってには「相よう」で返すのが基本「愛よう」って言って帰,帰るのが基本 <laughs> リーナっていいよなそうなの知らないけど <laughs> 早めに行って先輩のやつ見るといいかもできるかわからん多分できないです追放されます カオタンさんにクロス握手から萌え萌えキュンされてトラウマトラウマなの最高じゃん表彰状は笑ういや多分すると思う <laughs> 表彰状メンバーから手を出してファンが頭下げて握手の手を出しに握手するえー、ちょっと気持ち気持ち悪いじゃないわ気まずいかもしれんえわかんないわうん <laughs> ちょっとみんなに言ってって言おうとしたけど声届かなかったわ どうしようなえうなえんじゃあこれリーナねこれファンの方ね歩いてきますリーナが手をこうやって走らせるってことでこっちを手こうやっててあなんかやるってこと <laughs> え合ってるよね待って結構分かんないかもしれん不安めっちゃ不安だ多分リーナ手出せないよ えー、表彰状しかできないかも表彰状でいいのかなもうえー、なんかファンの方が出してくれた方がやりやすい気がする <laughs> えー、そうなんだ待ってコメントどっか行っちゃったあ見つけた気がするちょっと待ってコメントがどっか行きました とりあえず先輩に握手してもらって流れを覚えとこうやりなオタクじゃないから分かんないですよねファンの方じゃないんで本当にいろんなやり方があるんだけどやり方によって本当に釣られる <laughs> そうなのねまあいろんな経験してりーちゃんのスタイル決めてくださいそうだねりーなの初握手会未完全カメラ入ってほしいんやけど <laughs> 入ってどうすんの嫌じゃないファンの方もさなんかアイドルと握手したりとこ撮られるの嫌じゃない 杉本ちゃんおたのみなさま「邪魔するな」の下りはあずあずには通用するそうなのねあんずには通用するのね <laughs> 握手会はクロスか両手を差し出すとどちらかえっこういうこともうなんか水泳してよっかなリーナクロールしてよっかな <laughs> 分かんないから <laughs>。 小指だけ出したら指切り替いいえみたいなまあその代わりねちゃんと指切るけどね指切り幻慢浮気したら <laughs> 針1万本のマス指切ったってやろうかなえ指切りよくない結構いいかもナイスアイディアですいや小指だけ出されたらリーダねちゃんと小指だけやりますよなんならリーダが最初に小指だけ出してるかもしれん リーナさん握手失礼しますって言おうかな言ってくださいリーナも多分言うよ <laughs> 電話の時みたいに握手して握手させていただきます失礼しますって言うかもしれんえ本当に言うかもしれん最初の人とか特にえ絶対言う気がする絶対言うんだけど <laughs> えファンの方来て邪魔すんでって言われて邪魔するなら帰ってくださいって言ってあいよーみたいな言われて 握手させていただきます。ちょっと手を手を出してください。失礼します。え <laughs> いうかもめちゃめっちゃぎこちなくない。<laughs> 足で握手したメンバーは今までいないのでやってみて絶対嫌です。<laughs> 足で握手とか絶対嫌です。リアル組織会リアル組織会ね。ファンの方から逆に逆になんか、リーナが手を差し出す。前にファンの方から手を差し伸べて来られたら阻止しようかな <laughs>。阻止しようかな。 ちゃん夜ご飯は食べたの食べましたパスタ食べました年に入ったら阻止で待ってそう最悪やん握手もダメです握手今日終わりましたみたいな手出してくれなかったらお星してってなりますわな何星なんですか初めてのメンバーで手を出されなかったらへこむけどりーちゃんならネタにできるからそれはそれで楽しめるリーナならネタにできんのねまあ <laughs> 確かにへこむね 握りながらスリスリリしてくるテククニックを持ったメンバー <laughs> すごいねみんなテクニックがすごいのね表彰状「あんたは偉い」って言ってくださいね言ってほしいな <laughs> 表彰状「あんたは偉かったです」「以下同文」みたいな <laughs> ゆずきさんは1回目が挨拶2回目以降は「愛用」って言って始まるあそうなんだ 昔メンバーが恋人つなぎの握手求められビビってあ握れなかった <laughs> ビビっちゃダメでしょチャンスじゃんねん剥はがしギリギリまで握手し続けてくれる優しいメンバーもいましたいいねクロス握手要求されたら警戒するんやでえなんで警戒するのクロス握手って何こうえこういうことこういうこと <laughs> 両手それぞれれでアクするやり方それがクロスだ待ってめっちゃめっちゃキモい顔で止まってましたそろそろスクショタイムなりますちょっとなんかコメントどっかいっちゃったなああ,あったかなありましたどっちが先に手を出し差し出すかっていうか大体同じタイミングで出るから大丈夫あそうなんだ <laughs> 大体同じタイミングで出るのね すだかりさん握手会で検索すると YouTube であるような気がするえ、ほんとちょっと見てみます握手会のイメージを考えるの新鮮だ,新鮮だいや絶対みんなさあ配信の配信外で考えてます絶対シチュエーション考えてるシミ,シ,ミシミュレーションかりーちゃん握手の上下計画をほら上下計画立ててません、ね。 出 <laughs> ててませんよオリジナル化ですかねリーナが立って,ての握手オリジナル化計画握手中に取られるのは時々あるから気にしないえあるんだ一時期浮気という言葉にすごく敏感,敏感でしたまあそりゃそうですよねみんな敏感にな,ならないでくださいね場合ですよそれはねメンバーが手を離してくれなくてスタッフに送られるのを楽しむメンバーいたってえどういうことメンバーが 怒られてるののを楽しむメンバーがいたの <laughs> すごいじゃんりーちゃんとの握手カメラ撮られたらやばいやばいどういう意味でやばいですかりーなさん握手失礼します失礼するなら帰ってでオッケー <laughs> 失礼するなら帰って確かにいよかな <laughs> 失礼するなら帰ってください東海握手会楽しみ緊張しそういやりーなが多分一番緊張してる結果的に小指出すようになってもいいけど最初くらい下手でもいいから普通にやっときな <laughs> そりゃそうよ れは、ね、兄ちゃんやっと車停めたやっと車止めた何時まで配信するの55分ぐらいまでですかねサイン手形抽選会申し込んだおおちゃんと3セットで申し込んでくれましたありがとうございます名前も読めるんでねショールームだとさなんかルールの関係で名前がちょっと読めないのでね名前読めるの嬉しいです覚えやすくなるしね声に出すことによって表彰状ポーズ 手が届かんかっんう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 ん表彰状ってこれしかないよねうん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 オッケーりちゃんあさっき読んだねめっちゃコメント多くない <laughs> 一人一つのコメント3回ぐらいしてるけどまあいいですよ別に <laughs> 読んでほしいですもんねクロス握手って素止握手 あ確かに二刀流いや三刀流やん <laughs> マリーナクロスしない派なんでクロス握手はクロス歌いながらするそうなの <laughs> もうすぐふん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 ふフタイムですかそうですねふん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 タイムですでも粘るとねちょっとねめっちゃ申し訳ないので粘りません 佐田さんの握手は圧がすごかったえ。ファンの方からの圧。緊張して星の人と握手してしまったらごめんなさい。誰星の人、他の人 <laughs> メンバーがありがとう。と言いながら手を出してくれるのが来るのが一般的。ああそうなのね。指切りポーズうん。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 うんうん。オッケースタンドバイユーとか指切りしてるよね。<laughs> 呼び捨て一生されないやつ。呼び捨てね。してほしい人言って。<laughs> してほしいならします。僕も指の第一関節曲げれる。本当あ、曲げ、ま、第一関節曲げ握手する。<laughs> ありがとう <laughs> って言ってなんか硬いなってなるかもしれん。握手の仕方固定するのがいい。固定ここに、ここで握手しますみたいな、そういうこと剥がされるとき、離さない,い,いメンバー多いよ。 特に人気メンバーそうなのね。剥がさないから人気になってるのかもしれないよ。呼び捨てファンタジー。え、どういうこと呼び捨てしてほしいってことえわかんないですね。え、呼び捨てしてほしい人もいるの私のニックネームは呼び捨てでき,できませんわな。いや、呼び捨てしかできないかな。おっさんさんになっちゃうじゃん。 さんが2つ,ついちゃうからゆうちじ島さんは呼び捨てなのでどちらでも OK えじゃあなんか聞いたことある人は <laughs> 呼び捨てやめようかなそれでもいいかななんかよく東海とか来てくださる方呼び捨てやめようかななんか <laughs> 多分みんな怒,怒らないと思うけどね優しいから「第一関節折られたい折られたい!」多分折れませんそんな力ないです <laughs> アクセスしながら一んで隣の設定なんですかとりあえずハンネと本人が何ハンネって本人が保持してもらえるように頑張るえ何ハンネってちょっとわかんないですけど兄ちゃんには呼び捨てとか叱られたりされたい気持ちはある知らんけど <laughs> そうなのまあ知ってる方は呼び捨てにします <laughs> おいら呼び捨てでお願いします了解です 須田さんの握手が一番最初に出たあ見てみます須田さんのね女王なんで <laughs> ちょっと参考にしてみますねちょっともう一回スクショタイム取っていいうん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 オッケーだよ延長ですねいや大丈夫ですよ普通に55分に終わりたいとか言って本当は8時に終わろうと思ってたので <laughs> 大丈夫です隣のレーンで並んでる時睨まないでねいや睨みますよ それね並んでる方が悪いので「ハんとはハンドルネームの省略ハンドルネームと本人が何してもらうようにだろうちょっとよく分かんないけどまずは名前を名乗ってからレーンに入ることにしますお願いします僕は呼び捨てがいい了解まあ <laughs> 呼び捨ての人は呼び捨てって感じです <laughs> まあいろいろ えーどううしようかなでも統一した方がいいよね俺だけなんか呼び捨てされなかったとかなるとね本当に初めて聞く名前の方はちょっと呼び捨てやめとこっかなどうしようまあ峰呼び捨てにしちゃう峰呼びにしちゃおうかなします <laughs> しますまあ今日はとりあえず須田さんのねやつ見てみます今日も最後まで見ていただきありがとうございましたえー、サイン会手形会抽選会是非 応募ししてくださると嬉しいですあとなんか編集してなんか何サイン会とかの日時とかを編集して拡散とかしてくださると嬉しいですなんかさ写真貼ってさこの日何時からサイン会何時から手が高いとかなんかたまに見かけるので <laughs> やってくださると嬉しいですあと11日ね公演頑張りますそして 9日シーホース三河さんのね、えー、ホームゲームを完成させていただくので,で多分物販にもね立たせていただけると思うので是非来てくださいありがとうございましたおやすみなさい